同じようなのが、すごく大好きな場所なんですけど、二楽章にあたるこの綺麗な綺麗なペダルにすると
こえないっていう、これはそのペダルのテクニック、ペダルを変えるテクニックではなくて、いかにしてそのペダルで膨張したいろんな音が混ざった響きをさらに超えて突き破って出す音をこっちで出せるかっていうテクニックなんですね。でこれをあまり打鍵力がない状態でやるとThank you.
消えていく感じを、出すのが大体ふさわしいと。まあ、この曲をやっぱりだいぶ大きい空間じゃないと出ない効果がたくさんあって、身近で聴いてしまうっていう感じになっちゃうところがたくさんあると思うんですけど、これが大ホールになると素晴らしく効果を生むんですね。でもその瞬間、そのピアニストはたった一人でそこで弾いてるんではなくて、もうそこになんか巨大な世界が生まれるんですね。で、それはもうすごい大音量の壮大なオーケストラを弾いてるのと、もしくはオペラ、どっちかというとオペラかもしれないですね。オペラとかを見てるのと同じような、で、その今の時代に置き換えると、すごく華やかなミュージカルを見てるのと同じような、非常に壮大な効果を生みます。そういう意味で、リストの音楽というのは、ピアノ的に音を一個一個並べていって綺麗になるのではなくて、もう最初から巨大さを作ろうとして作っているという、そんな音楽かなと思います。例えばバラード2番とかもそういう感じで、もうまんまオペラですよね。演劇とか、最初は嵐があってそこに遭難している人の歌とか、波の間から聞こえてくるうめき声とか、なんかそんないろんな情景があって、で、天に神様に向かって祈りを捧げてみたり、で最後にはようやく。